皆さんこんにちは。元女子バスケットボール選手の田中真美子さん。田中真美子がドジャース奥様会仲間外れの理由。真美子さんはどこファンが不安視する原因と現役引退した真美子の将来の展望について紹介します。まずは田中真美子さんの経歴とプロフィールから紹介します。田中真美子は日本の元女子バスケットボール選手である。ポジションはセンター。東京都三鷹市出身。兄はラグビー選手の田中真一、夫はプロ野球選手の大谷翔平。日野市立日野第一中学校3年時に1学年上のバスケットボールアジア U16 選手権日本代表に抜擢され、東京成徳大学高校卒業後は早稲田大学に進み、3年時にユニバーシアード日本代表として銀メダル獲得。2019年富士通レッドウェーブに加入。同年のユニバーシアードにも2大会連続で選出。2021年8月日本代表候補に選出。2023年4月に引退を発表した。真美子さんは富士通株式会社の実業団チーム富士通レッドウェーブに選手として所属。フランス産のシャンパンアルマンドブリニャックロゼが注がれたグラスを手に、シカゴでのクルージングパーティーを楽しむセレブな装いの美女たち。ロサンゼルスドジャー須野選手主催によるドジャースワイブズ公式インスタグラムに投稿された一コマだ。選手の妻や恋人ら十数名が参加した DODGERWIVE イギリスナイトアウトを伝える投稿に、日本語や英語のコメントが寄せられたのは、冒頭のような大谷翔平の妻真美子夫人の姿が見当たらないことへの疑問。3月20日の韓国での開幕シリーズ前にお披露目。試合後にはグラウンドに降り立っての記念写真も同インスタグラムで公開されたのだが、自身の高身長を配慮したのか、それとも先輩妻たちを立てたのか。最後列で控えめな笑顔を作っていた真美子夫人、その笑顔の裏では2023年4月にバスケットボール選手を引退し、 MVP プレイヤーの妻として突如アメリカの地で生活することになったことへの戸惑いと不安もあったことだろう。さらに日本のプロ野球では裏方として栄養面や健康面をサポートし、家族と家を守ることが美徳とされがちな選出まではあるが、メジャーリーグ事情に詳しいスポーツジャーナリストに聞くと、真美子夫人はミーティング不参加か、メジャーでは選手と妻は一心同体といった感覚で、ほ虫合いだけでなく遠征先にも同行して応援する奥様も珍しくはありません。またドジャースを含めた多くのチームで公式イベントやパーティーでの夫婦同伴は当たり前。日本からの海外 FA 組も移籍当初はこのメジャー式に戸惑っていますね。そして他チームと比べて特に露出する機会が多いのがドジャースワイブズ。試合遠征の他にもチャリティーイベントの開催、今回のクルージングのような奥様会ミーティングも定期開催しているそう。ロサンゼルスドジャースの妻たちの会ドッジャーワイブスが現地時間の7月12日公式インスタグラムを更新し、選手の妻たちによる女子会を開催したと報告。その中に大谷翔平選手の妻である真美子夫人の姿もあり、ファンから喜びの声が上がっている。この日の真美子夫人は髪を結わずにさらりと下ろし、黒地に白いラインの入ったトップスに白のロングスカートを合わせた上品なモノトーンコーディネート。17人の妻が写る集合写真では後列でにこやかに微笑んでいる姿が確認できる。昨年4月に現役引退を発表した。学生時代は早稲田大学に進学し女子バスケットボール部に在籍。当時チームにはマネージャーなどのスタッフが複数人いたという。学生時代に練習試合で同大学を訪れた人物は、試合をすると選手の汗がフロアに付着し滑りやすくなって怪我をしてしまうことも。スタッフはモップをかけて汗を拭き取っていたんですが、選手の真美子さんは濡れている場所を発見したらすぐに私物のタオルで床を拭いていました。当たり前のことなんですが、気づいたらすぐに行動していました。オフィシャルと呼ばれるスコアシートの記入やタイマー測定もやりますと言って自ら率先してやっていましたと明かした。同部では OG がコーチやスタッフに入ることもある。当時チームメイトだった早稲田 OG は、誰かに言われずとも練習メニューを自分たちで組むなど自立することが求められていたように思います。
卒業シーズンにスタメンだった主力選手がチームから抜けた後、ゲームをしていた時、思うように噛み合わないことがあって、練習中に泣いてしまうこともありました。後から聞いたんですけど、不甲斐ない自分に悔しさが募って泣いていたそうです、と振り返った。何事にも純粋な気持ちで取り組む姿勢。大谷もまた元専属通訳水原一平容疑者の事件がありながら、ここまでリーグトップクラスの成績を残している。この人以外にない、と思えるほどお似合いであることは間違いない。ドジャースの大谷翔平投手が16日、第94回オールスター戦を前にテキサス州アーリントン市内で開催されたレッドカーペットショーに4年連続で参加した。今年はマミコ夫人と手をつないで登場。ネット上で大きな話題を集めている。この日大谷は裏地にたくさんのデコピンが描かれたおしゃれな茶色のセットアップを着こなし、白のスニーカーを合わせた。マミコ夫人は純白のノースリーブドレスで、大谷と談笑しながら100メートルほどのレッドカーペットを歩いた。大谷のデコピンスーツはもちろん、マミコ夫人の純白のドレスも可愛すぎると注目を集めた。夫人が着用しているのは、大谷翔平ともコラボしているドイツのブランドヒューゴボスのもの。また着用しているイヤーアクセサリーはムーンライトグレープのもので、マミコ夫人にぴったりのスタイリングに、ネット上ではマミコさんのドレス、これ背が高くてスタイル良くないと完全にあかんやつ、これを完璧に着こなしちゃうのがもうさすがとしか、マミコさんのドレスの美しさに見とれる。マミコパンツドレスなの、良すぎる、可愛い。田中マミコの白いドレスがパンツスタイルでめっちゃかっこいい。アクセもサンダルも高すぎず親近感のある感じ。高身長のマミコさんにとても似合ってますね。マミコ夫人のドレス、スカートではなくパンツなのが好感高い。マミコ売れするね、と賞賛の声が。また色違いしかなかった、売り切れるよね、と現在は売り切れとなり、嘆くファンも投稿していた。マミコさんは女子バスケの名門である東京成徳大学高等学校から早稲田大学に進学した。大学時代に同じクラスだったという人物は、在意人と彼女の人柄に太鼓判を押す。友達をちょっといじって場を盛り上げるようなことはあっても他人の悪口は絶対言いません。あとはフットワークも軽くて、遊びに誘うとすぐにその日は空いてるよみたいにノリよく返してくれます。男女問わず好かれていて、クラスでも中心的な存在でした。マミコを嫌いな人はいなかったんじゃないかな。田中マミコさんが引退を決意したのは、彼女が体感した競技への情熱の変化と自身の将来に対する新たな展望を求める思いからでした。引退理由としては、長年にわたる競技生活における身体への負担と新しい人生の章を始めたいという願望が挙げられます。引退後、彼女は自身の経験を生かしてスポーツ界への貢献を続ける道を選び、若手アスリートの指導やメンタルサポートに関わる活動を展開しています。また社会貢献活動にも力を入れており、スポーツを通じたチャリティーイベントの開催や教育プログラムへの参加を通して次世代の育成に貢献しています。個人生活では、家族や友人との時間を大切にし、自らの趣味や新たな興味に時間を割くことで充実した日々を送っています。田中真美子さんの引退は単に競技から離れるということではなく、彼女自身の成長と発展のための新たな一歩として捉えられます。彼女は引退を機にスポーツ界で培った知識と経験を社会に還元し、さらに自分自身の可能性を追求する道を選んだのです。このように田中真美子さんの引退は、彼女がこれまで築き上げてきたレガシーを次の世代へとつなげ、自己実現の新たな場を模索する旅の始まりを意味しています。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。